鶏胸肉のカツオ衣焼きを作ります。まず鶏胸肉1枚そぎ切りにしていきます。そぎ切りにした胸肉に醤油大さじ1、お酒大さじ1、生姜小さじ1加えてよく揉み込みます。はい、そうしましたら次は衣です。鰹節1袋、すりごま大さじ2、片栗粉大さじ2を加えてよく混ぜます。はい、この中に先ほど漬けておいた鶏肉を加えていきます。はい、そしてよくまぶします。はい、フライパンにごま油大さじ1を入れて両面焼いていきます。はい、これで完成。